みゆちゃんありがとう、みゆぽん。てかわせさんありがとう、みよろーして、8日のあとマケドニアンして、ゆうなぎー、ほなみー、あみーして、おとおとさんありがとう、サインしてあげる、します。え、大丈夫かな、最年少の、して最年少が。いやでもね、今日もももね生誕祭だったんやけど、誕生日が近いんですよ。そう、最年少が見て、大丈夫かな、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫。いや大丈夫かな、だって今日ね、あいこじに MC で何話すかなって、なんか生誕祭、私の生誕祭のお話、何みんな、なんか困ったらいけんかなと思って、やっぱじゃないわ、あいこじに一枚見せたんですよ。一枚だけですよ。いや大丈夫です、もう全年齢見れるはず。あいこじに一枚見せたんですよ。いや何枚か見せようかと思ったんですけど、その一枚がすごい衝撃的で、衝撃的というか、なんかでもそれなんかオフショットじゃっけ、別に使われない、本誌とはまた別なんやけど、見せて、いやでもそんなですよ、なんかもうメンバーがいるほど、なんか本当になんかあれなんですけど、あんまりそんな期待しないでください、期待とかしないでください、そんな。じゃけそれを見て、もう結構倒れそうになるぐらい、私のエンジンで私の手を変に力入れてギュッと握ってしまったらしいです。あいこじ鼻血です。あ、待って、ゴーくん、いずちゃん、してムーン、山形かかしさん、とくりんありがとう、申し込んでくださってありがとうございます、社長ありがとうございます。そう、いい写真が撮れた、おいい写真が愛こじ的に見れ、なんかなんて言ったらいいかな、どうだったんだろうな、その後の写真を、写真集見てからのお楽しみにしてます。公演頑張ったから方ありがとうございます。今日頑張ってきました。ドキドキだった生誕祭。そう、例えばこの昨日夜中までこんなこと言おうかなって考えてたところには、なんだろこれ、ありがとうございます、ごめんなさいをちゃんと言える人になること、気遣いじゃなくて心遣いができるようになること、あ、そうです、そう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 、20歳になったということで、って私がこう今まで小さい頃からいっぱいばあちゃんとか母さんとかに言われたことで、こういうことを心にずっと心の中にずっとしまっ、ずっと持ちながら生きてきたんですけど、そう、ありがとうございますとごめんなさいをこうちゃんと言える人にならないといけないよってね、こうね、言えなかったんですよ私。まず人の目を見て話せなかったんですよ。ばあちゃんがもうそれはすごい指導をしてくださって、待って、チュチュ ZR7S さん、幼児、埼玉のこばこば、予約してくれてありがとう。
みんな呼んだ？そう。そうなんよ。生誕祭のスピーチ再現でき、何喋ったか分かんない。その場でほんまに感じたこととか、急に永久欠番のことを言いたくなったり、永久欠番に関しては本当になんか、まあ、永久欠番っていう表現の仕方があるか分からんけ、あ、合ってるか分からんけど、そうは、なんかみんなさんが将来ね STU てか STU っていうか解雇かといつかこうお別れした時に、お別れした時とか、なんか新しい子推しとか好きな子ができた時に、また新しい別の幸せを見つけた時に、でもコカには誰にも変えられん楽しい思い出があったなとか思ってもらえる人になりたくて、みんなの永久欠番になれるように頑張りますって言いました。あと何言ったかな、もうほんまにドキドキしました。急にあの今日リハ終わった後に、おきちゃんがコカさんスピーチ何話すんですかって言って、なんか一応メモとか書いて持ってきたんやけどって言って、カバンの中見て、カバンの中もう全部出してこうやって、待って忘れたんやけど、もう絶望でした。もうどうしたらいい、いや漫画ぐらいもう床に散らか、ちょっと待って、みかん食べます、いただきます。そう、みかん食べます。今日はマイキューが今ちょっと体調不良で公演が出れんかったんやけど、見守っててくれたので、マイキューがくれたみかんを食べたい、食べようと思って配信始まる前に置いとったんですよ。あ、予約してくださって、あれ表示されんの、ありがとう。待って、個数が表示されるの恥ずかしい。みんな得点が分かったらまた教えるね。なんなんやろうね。すすめパイレーツさん、ありがとうございます。いただきます。うん、よしふみさん、ありがとうございます。写真集予約してくれた君にはみかんをあげよう。予約してくださった皆さん、わっ、わ、私これ昔から思うんやけどね、みかんね、むいた後のみかんあんまり好きじゃないんですよね、見た目が。うん、イベント行けるか分かんないけど、写真集今から予約します、ありがとう。うん、ポストカードか、そうじゃ、犬もみかん食べるんよ。食べんかも。うん、スーさん、カワさん、コジラ、コウジさん、ラッキーセブン、コウジさん、ケブ PH さん、予約してくれてありがとう。ポストカードはこの配信限りの限定ですか？え、そうなん？え、
わかんないよ、ちょっと待って。得点はみかん待って、写真集はなんかちょっと待って、一人になって写真集のことの話をするとどこまで話したらいいか分からんくて、口を滑らしそうなんですけど、みかん付きの写真集は斬新愛媛の舞がくれたみかん、舞球がくれたみかん、あ、りゅうさん、コプーさん、だんご部長ありがとう。まだまだ期待させる秘密いや、なんかね、これみかんの、みかんは特典ではつきませんが、みかんを食べてます。がっかりさせない特典に釣られて買ってきた本当にありがとうね、予約してくださったみんな、ほんまにありがとう。あのね、そう、特典の内容はあの、そう、ポストカードなんやけど、ポストカードを、そうですよね、独特な売り方ですよね。ちょっとなんて言ったらいいんだろう。そう、どんどんハードルが上がっちゃう、どうしよう。そんな、ちっちゃい、北京のポストカードはどうなんだろう。買わせていただきましてありがとうございます。買いまして、ありがとう。どうしよう、ハードルが上がっちゃう。うん、水てちさん、フェリアさん、ありがとう。ホリッチさん、おうし座のキヨ、ありがとう。ご購入ありがとうございます。うん、普段は呼び捨てなのに購入者さんだっけ、さん付け待って、全然あれしてなかった、ちょっと変なさじ加減で言ってた。いや、改めてありがとうございました。ポストカードとか、どうしよう、なんか写真集のこともメンバーが本当に MC とかで結構触れてくれて、その反応がちょっと気になって、待って、写真集、りょうさんありがとうございます。買います、信じて買い増ししてくれてありがとうそう、オフショットも素敵な感じになって、本当に
ポストカードとか、そうそう、ビーチフラッグと呼ばれるポーズ、まあ、ビーチフラッグのポーズじゃないけど、信じて買って、はい、もう大丈夫ですよ。私は他のところは、2Lのポストカード、岩尾さんありがとうございます。雨とか涙とか無反応さんありがとうございます。待って、わかんない、連絡来てるかな、市長。特典はポストカード、いつやるかはココアが決めていい、なんていうこと。待って、そういうことね。待って、じゃあ分かった、いつやるかはココアが決めていいってことは、私がショールーム配信でこの日シティの写真集ココア買うの、ココアが初めて、ほんまに。いや、じゃけいつやるか私が決めていいってことは、じゃけこれが私がもしもう販売せんって言ったら、明日明後日の配信では販売はやりませんみたいに言ったら販売されんってことよ。逆に毎日、でも特典がまだ何、あのポストカードなんやけど、絵柄についてはまだ、そういうことになりますよね。たくさんの人に見てもらいたいからな。どうする？トムーン、無色パンマン、マキマキ、ミヤビー、ありがとうございます。予約してくれてね、予約してくれてありがとうございます。いや、発表しないしたりっていうか、まだ発表、あれなんですよね、わかんないんだよね。兵庫ではみかんついてきますか。いや、特典はね、みかんじゃない。写真集のタイトル何になると思いますか。全く知らんよ。ファンの方がもしつけるんだったら何ですか。この前さ、マジマイカーラインでもさ、この話題ね、みかん、特典は社長、いや社長じゃないですよ。しゃ待って、もうカープやんそれ。帰れ四万とか、え、あ、永久欠番、今日のスピーチのね。いやー待って、写真集発売ほんまにするんよね、すごいな、私なんか信じられんかったですよ。夢か現実かわかんない、本当に私が
あれすんなって。 FA 禁止もう遊泳禁止に引っ張られたんよ。待って、また予約が来たよ。ふたしー、あ、ペンス、ペンスさんで、宇宙人山田さん、トケビさん、トケ、トゲピさん、トラワニヒロさん、ハルさん、ホッカムリさん、ありがとうございます。アリノさんのお手紙も来ました。まあアリノさんっぽいなと思ってて、だって私の生誕祭のことについて今まで全く、去年とかも生誕祭あったのに別に何も触れてこんかったのに、明日生誕祭なんですか、なんですねみたいな、あ、頑張ってくださいねみたいなことを聞いて、MC のおじさんたちじゃろ、少し高い地位にいる年上の芸人を引きずり下ろす言葉ちょっと待って、ほんまにおもろかったんやけど、どうしよう。なんかさ、こんなにさ、なんかあのラジオでさ一回一緒になったといえどね、だってそうよ、だって時間をかけて時間を割いてやって書いてくれて、ほんまに これだけが全てじゃないじゃないですか。こういうのってファンの皆さんもファンレターをくれるのとか、ファンレターが全てじゃない、その届けてポストに入れて私に届くまでが全てじゃなくて、そのね過程があるじゃないですか。まあ、それもやっぱり自分が書いたりするからあるんですけど、待って、また買ってくれた KSK さん、ありがとうございます。まあこの手紙の間に推し変されたんですけど、ありがたいね。もう記念すべき二十歳のお手紙になりました。お支援したのに手紙書いてくれて優しいよね。確かにりょうさんの会話いいやつだ言っとった、そんなこと。こんばんは、ココアちゃんは良いことと、どっち推してるんですか。いや、ちょっと待って、そういうのはね、じゃけね、みんなが幸せになる解釈をおのおのでしていただいて結構なんですよ平和主義ちょっと待って、ほらもうそれったら予約してくれたやろ。なかちゃんありがとう、キルアありがとう、嬉しい。新種皆さんゲットしてくださいね。
や、解釈任せですよ。良い子に入れさせてもらおう。いや傲慢でしょ。傲慢っていうか知らんけど、今日のおきちゃんがコカーさんが選んでくれたんですよねって一緒に。そうですよ、今日のメンバーの今日の出演メンバーはコカーさんの写真集、何写真集じゃない、コカーさんがこのメンバーと出たいって言って決めてくれたんですよねって、目キラキラさせて言われてもさ。あ、勇気ありがとう、予約してくださってありがとう。こんばんは。写真集買ったメンバーが今日の出演メンバー。いや違いますよ、メンバーに見られると恥ずかしいですね。でもなんとマネージャーさんも買ってくれました。特典が生誕祭出演。いやほんまに違う、マジで生誕祭のメンバーは主役が決められるシステムなんだと思った。いやそんなわけないやろ。おきちゃんがコカワちゃん何してるとき、いやーほんまにマネージャーさんも予約してくれて、こんばんは、なんかさ昔ちょっと前にさ特典会のさ吹き矢、お尻に吹き矢するみたいな、いやコカンの蹴りじゃないですよ、特典は特典会ではタイキックしませんよ。いやおかしいやろ、吹き矢は買います、ありがとう、待って、じゃん、ライトニング、ありがとう、で富士賞ありがとう、馬之助さんありがとうございます。そう、そう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 、特典発表された、いやまだ詳しい、がっかりさせない特典付きです以外の情報は解禁していません。いや、ビンタも先形。え、私人にビンタしたことないんやけど。いや、普通ないよね。腰が痛くなってきた。姿勢悪いかな。こんにちは。いやー、なんか今日は生誕祭でさ、私に会いに来てくれる人いるかなって思っとったんよ、思っとってさ、いや嬉しかったですよ、無事終わってドキドキしたし、うん、生誕祭のスピーチも全部言葉を一つずつ選びながら難しくて、お、ヨンパチさんありがとう、予約してくれて、センター祭楽しかったです、ドキドキしました、本当にドキドキしました、
行機飛んだ。ミトマールさん、ありがとう。初めて公演見たけど、よかった、よかったですか。いつドキドキ、もうね、始まった最初の花は誰のものの始まった時に、右手の、いつも右手にね、ここにねカーテンみたいなのがついているので、ここに指につけて、衣装やっとるんやけど、一個くるってなってたからつけ直したんですよ、衣装。衣装間違えてつけちゃった。それでまず1回目ドキドキした。ミトマール、なかちゃんありがとう。なかちゃんもありがとう。右手にカーテンって言ったらちょっとあれやけど、ブイーン。ドキドキしたんですよね。特典の写真についてちょっと待って、何も来てるっけ。特典の社長にちょっと連絡していますね。特典の写真ってがっかりせんよね。ちょっと聞き方やばいんやけど。でもう言ってしまったんやけど、がっかりせんよね。出してる。どうしよう、ちょっと待って。がっかりせんよねって、あ、あるある。 NKYK さんありがとう。そして白雨さんありがとうございます。あ、なるほど、まだ選んでないんだって、特典の写真を。じゃけ、で少しずつ焦り出す。いや大丈夫ですよ、特典の写真はまだ選んでないけって。待って、まだ選んでないけ、どんなのがいいか聞いてみて。だってどうする、なんかさ、あれらしい。マーケティング、あ、ほんまじゃね。待って、これマーケティングですか、これがマーケティング戦略ですか。あーだって、おもろい。あー、あれね、だって。ちょっと待って待って、誰か私だけ分からんの。うん、ああ、あれね、分かったって来たで。って待って、早くない、マーケティング失敗やんこれ。マーケティング、いつ発売。2月26日発売。あ、予約してくださってる方が、あー、恋してカープさんありがとう。
して。竹村、マンキーさん、マンキーさん、ありがとう。吉高さん、ありがとう。サイトン、ありがとう。あえて自分以外の人が決めたらいいのになりそう。いや、なんかさ、わからんのやけどさ、自分がさ、この写真がいいなって思うやつより、自分が自分、これがいいなって思うやつよりも、なんか、他の人が、あ、もうちょいで200達成、ほんまに？ありがとうございます。他の人が選んでもらったらとかいうの方が、そう、人と自分がね、だからね、見え方が違うんかな。ファン目線で頼む。なおちゃん、ありがとう。ファン目線だったらあれなんじゃないね。ヤスタカサイト、ありがとう。おきちゃんが選ぶ、いやおきちゃんが選んだら多分マジでギリギリのやつをあれしますね。ギリギリのあれをあれしますね。こんばんは。でもなんかメンバーとかに決め、なんかさ、ほんまにマイカーラインなんか写真集発表した日のマイカーラインは、ちょっと待ってよ。小川さん、まずお誕生日おめでとうございますから始まって、あ、いや違うな、小川さんの誕生日まであと2時間10分ですから始まって、で1時間59分ですって来て、そうで、まあ誕生日になった瞬間にも、それからまたつら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 いっぱい連絡をしていて、お誕生日だ、お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、乾杯バーイみたいな感じのが来て、いい1年にしましょう、写真集もおめでとうございました、写真集色白素肌タイトル予想が始まって、こっからホットな女の子、おーいいーってなって、タイトル予想やめてください恥ずかしいって、そしたらそしたらもうでこれ言えんのよ。でもなんか本当にタイトルが決まった時にさ、おもろい、ホットな女の子、カイコカワはホットだとか、なんかストライクとか、もうなんか満塁満塁満塁ホームランとか、いやなんかね、もうね、いろいろね、こうこうやってくれてるんですよ、予想を。帯は誰に書いてもらうのか、どうなんだろうね。ストライク入るかな。満塁、待って待って、あ、予約してくれてる、ようちゃん、そしてケイトやカッシー、そしてチャチャ、ありがとうございます。アリナさん、アリナさん、書いてくれてほしいな。こんばんは。いやー、どうなの。でも今までのね、だって48グループのね写真集は木本康先生が、
どうしよう、え、どうなった、え、今まで何でしたっけ、地方が、え、全員だってね、秋元康さんがタイトル考えてますから、帯も選べないクレヨン、さよならの余韻、こんばんは、遊泳禁止、まさかの佐竹、あ、そういえばね、佐竹さんのね、お子さんがね、3歳のカンちゃんがね、あの今日生誕祭に来てくれて、永久欠番、今日は会場中にちょっとあのそう声出してココアちゃんって呼んだりしてくれてたんですけど、あのそうですね、叫んで待って、会場中にココアちゃんとかはいチーズとか言ってくれてる子がいたんですけど、それは佐竹さんのお子さんのカンちゃんが見に来てくれてて、ありがたい、ほんまに。でも3歳でライブに、あ、また来た、ミンミンありがとう、ちゃちゃもありがとうございます、カッシー、ケイトヤありがとう、ヤシタカさん、ヤシタカさんもありがとう、何か言った、何か見とる、最年少のファンのみんなが200冊達成しました、ありがとうございます、嬉しい、いやいやありがとうございます、特典が気になりますし、ますし、あのなんだっけあれ、増刊、増版になったら、表紙が変わるので、どんな表紙になるのかも、あ、重版したら目指して頑張ります、多分がっかりさせない表紙です、重版、あ、アリくんありがとう、ミキオ兄貴もありがとうございます、オンタ、オト、オンタ、オンタありがとうございます、ナオ、ナオもありがとう、今の目標ですね、いろんな近い目標です、表紙変わるといいな、変わるといいね、語尾、あ、斉藤さん、斉藤さん、ハイテンションマンさん、ありがとうございます、ホットな公演と温かみのある公演ありがとうございます、楽しかった、ほんまにもう緊張してたんですけどね、うーん、始まる前にでもおきちゃんにスピーチの紙のこと言われんかった、言われんかった
うしよう。スピーチ緊張しました。どんなこと言ったかな。ぜひ見てください。あの今日はあのカメラマンさんがあの写真集の写真集ねはカメラマンさんが瀬田さんの時はよく映るんですよ、ライブオンデマンドで。てかほとんど私がいっぱい。でそのカメラマンさんチームの方が本当にいいパフォーマンスだったよとか、あんなああやって歌って踊ってする歌って踊るんだ、こう一公演をじっくり見てことがなかったので、見たことがなかったのでカメラマンさんは私のことじゃけん感動してく、もうこれから応援してくれ、ずっと多分応援してくれる、ずっと見てくれるかな。ハイティーちゃんもありがとう、嬉しい。待って待って、あのあとね写真集のね話なんやけどね、あの重版したらもしかしたら表紙が変わったらいいねっていうあのことじゃなく、あの変わるんじゃなくて願望だったらしい。ここ注意注意。あの表紙が写真集全部違うとかじゃなくて一緒なんですよ今回ね。なのでだったらいいなっていうあの希望でした。あぶねー。まあでもねがっかりしないようにね、あの待って、そうこの写真がっかりさせないようにしないようにね頑張りますね。いやでも昨日はほんまに2時ぐらいまで起きとったんよ私。あーどうしよう明日はセーター祭だーって思いながら、まあなんでかというとお昼の12時ぐらいに目が覚めて、その日全然夜になっても眠くならんかってどうしようと思って、絶対買うねってかイベント行くの、ありがとう。ヒロピ国連パサラン、マシャマシャマシャありがとうございます。今日社長は来てないですよ、生誕祭広島じゃけん。いやでも嬉しかったな。まあ楽しかったですか。こういう時はいっぱい引っ掛けて、いやなんかねねが誕生日プレゼントにお酒をくれたんですよ。大阪からお誕生日おめでとうで見ますか。でも一人で飲まないじゃないですか。見たい、何のお酒が来たか。いや今飲んでないよ、てか私飲んでも一滴も飲んでないんですよ。そうそしたらねその次の次の日になあちゃんに会って、なあちゃんからもお酒をもらったんですよでさ今日生誕祭があるから、でパセリが誕生日プレゼントをくれたんですけど、
この中身、中身はこれもあのお酒なんですよ、カープの。いや待って、将来さ、どんなさお仕事が来るかわからないので、こういうお酒、いや別に詳しくないしどうかわからんけど、スポンサー関係のことは難しいと思うので何か言えないので、こういう感じです。ほら本当にお酒なんです。おいただいて、カープの、え、どうしたらいいよ。私そんなになんかさ、もうえ、お酒好きな子みたいよね、だってこの家は。おかしい。まあそれをちょっと緩和されるのが、あのサーヤンがくれたブラックコーヒーです。え、どうしたらいい、なんかみんな飲み物、もう帰り、どうしようって思ってたの。ファンの方が好きそうなおつまみです。サーヤンは多分適当に多分自販機で買ったから、ありがとう、ありがとうという気持ちですね。どうしたらいい、20歳になってほんまになんか変わったんやけど。どうする、みんなお酒飲んでみてほしいんか。そうなんか、お酒キャラ全然飲まないっていうか、一滴も飲んでないですよ、まだ二十歳になってて。これ人生でもう飲めるのに、飲んでもいいのに、なんかあの飲んじゃいけん感じがして飲みたいって思わんけ。ショールでお酒、ショールームでお酒飲んじゃダメ、分かったよ、飲みません。お酒飲んで太ったら怒られる。あ、そう、これはあのフジコ、オールナイトフジコに出た時も峯岸みなみさんに、お酒飲んで失敗せんようにね、お酒飲んで太らんようにねっていうことはあのしっかりと言われたので、あのはい、次お会いした時にあのもうお酒を飲んでもいいですかというお許しを得るまで飲まないようにします。で、まあ悪ふざけでもそうやって決めとったらね、自分の中であのあれ何断りやすい。ストイックですこストイック、ストイックかな、なんですか。でも今日朝が、ね、汗がね、そんな効果が、そうなのかな。いつかあれじゃね、ファンクラブができたら、それはできんか。だってなんかでも昔オンライン飲み会みたいなのもしょってよね、メンバーと。STU のメンバー、ファンとアイドルでみたいな。あ、待って待って、いっぱい写真、写真集ありがとう。深夜、深夜くん、ミヤク、ミヤグース、そしてりっくん、りょう兄さん、ピック、ピッケルス、ありがとうございます。うん、はい、大変ですね、ファンクラブ。でもちゃんと、でもそろそろ、あ、でももうそろそろ配信終わろうかな。何時までやればいいんじゃろうこれって。
でやろう。何時まで社長に何時までやったらいいですかって。売れるまでとか帰ってきたらどうしよう。待って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 、何時までって決まってないけど、もうあっという間に1時間半やね。今日はそんなガッツ感出さんでもいいよって来てましたので、300冊までは売ろうよ、乗るまで。ちょっと待って待って、みんなが私よりみんなじゃない、ちょっと待って。でもね、そのやっぱり熱い心がね、ファンの方が熱い心が、ありがとうみんなね、大好き。恋恋ココア、これからもナーココア推しでありがとう。ミック、ミックもありがとう。はい、まだ買ってないけど、配信終わっちゃいますか。まだ売れるよ、みんなありがとう。まあ、これからもまだ特典がここからまだあるかな、ありますのでね、これからもちょっと楽しみに。写真集でほら、がっかりさせない特典がつくので、それを約束しますので、では、まあ、ぜひともよろしくお願いします。かなかな写真集よくしてきてありがとう。ポストカードの絵柄、ポストカードとか生写真とか変わると思うので、どうなんかね、でもゲットしてほしいですね、よくって人も。お願いします。売上ランキング1位取りたいです。よろしくお願いいたします。いやー、ドキドキ。公演後なのに元気。そうよ、この後もうお風呂入ったらドッとあれにしちゃいますなっちゃいますよ。渋谷にも行きますし、あれにも行きます。とりあえず一冊公演できてよかった、ありがとうございます。いやー、ほんまにみんな一人一人本当にありがとうございます。写真集をたくさん、この2月まで特にたくさんこうね、まあせっかく20歳のスタートダッシュ切れるチャンスだと思うし、これがまたね、なんか次のお仕事のきっかけにつながっていったらいいなと思うので、絶対にどうかよろしくお願いいたします。なんかそれ以上言えないやけど、なんて言ったらいいんやろ。いつもありがとうみんな、本当に写真集のことも生誕祭で、こう誕生日の時に発表できたのも嬉しかったし、生誕祭で今日も無事スピーチをね、こうね、なんかいろいろあったけど終えれたことも、こう12月2日が本当にドキドキしとって、生誕祭でねえなそうって、もうずっと早川さんに、社長に、もうね、多分ね、夜になったらねえ生誕祭でねえなそうって、もうそれずっと言ってるねって言いながらも、今まではねアンサーとかくれてたんですけどね、やっぱり二十歳になると自分で考えてっていうのもすごい大事じゃけえさ、
疲れ様です。本屋さんに並ぶのも楽しみです。任せてもらえたので、信じてもらえたのドキドキしました。うん、なんかこう二十歳になってもいいスピーチだったんだろうかな。なんかメンバーには響いたらし、なんかあの響いたかな、メンバーに。あずみとももと、あ違う、あずみとくるくるとももが駆け寄ってきてくれて、触れてたから私手が、それでほっとしました。うん、伝わったかな。ありがとうございます。そうね、皆さんたくさん受け止めてもらって、これからもっと魅力的な STO ホテルのメンバーになれるように頑張ります。今までのスピーチだったらね、大泣きしてたかもしれんけどねそんなに泣かずにね済みました。いやでもまあなんか、やっぱりなんかこうスピーチしてたら、なんか自分はこうほんまに先の未来のことを考える方が好きなんやなと思いながら、振り返るのってなんか難しくて、だからなんか振り返って何を喋ったらいいかわからん、難しくて、やっぱなんかすぐ直後の出来事とかだったらねこう言えるんやけど、これからもうどうしたらいいか、どうしていくかを考える方が好きだっけ。やっぱ未来、あの過去のこと考えたらね、後悔してしまうもんね、だってね。前を向いて頑張りましょう。あ、そんなコカが好きですか、嬉しい。あ、それもね、そういうのもちゃんとメモに書いてあるんよ。こうやってこと話そうかなって言った時にね、ファンの方、あ、そう、アイドルを続けてくれてありがとうとか、コカをずっと推しようとか、元気をくれてありがとうとか、言葉をかけてくれるファンの皆さん、みたいなことを言って、まあ忘れて言えんかったけど、そういつもありがとう。いつもありがとうございます。まあこれは言えなかったですけど、その場所ずっとここは知っていてくださいね。はい、心では絶対ありますよ。みんなに出会えて本当に幸せなんです。私なかなか感動的だしそんなにやめて、そんなことないけ、ありがとう、本心です。いや、ライユルさん、編成イフ、北枕さん、ありがとうございます。写真集予約してくれて、ではカイコカさんおめでとうございます。ありがとうございます。二十歳になりました。じゃあそろそろ配信を終わりたいと思います。220まで来ました、ありがとうございます、嬉しい。では40ね、13位、13位バオバブ、12位ケブピー H、 11位、あ、ちょっと待って、また来た、嬉しい。元成さん、橋もっくん、ヤマピー、ありがとう、写真制約ありがとうございます。待ってよ、
12、12、あ、ちょ、待って待って、来て待って待って、こぎってなかった、あ、更新されるまで12、うん、バオバブ、11位キュブ PH、 10位マキマキ、あ、11位マキマキ、10位ボブ、9位ユウキ、8位タイムファイヤー、7位サージカル、6位ライトニング、5位コニョン、4位スバル、3位ネオ、2位ポッポヤシマちゃん、1位はりょう。ありがとうございます、皆さん配信を見てくださりありがとうございました。待って、私もさ、ここで写真集書いたかったらどうなるんやろ、って絵柄がここでしか買えんのやろ、商品を追加、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、できんできん、何がダメなんこれ、え、難しい、みんな買うためにいろんな作業してくれてありがとう、私難しかった、じゃあちょっと終わります、私も諦めてしまった、写真集注文しました、山口ありがとう、あ、待って、これさ、読めてない人たちもおるかな、きっとおるよな、じゃあごめんね、ちょっと待って、言えた、カート、ほんまにありがとう、おるよな、表示されんのんよね、これ。ゆうすけさん、ありがとうございます。表示さ、読まなくても全然、ね、また、お礼させてくださいね。では、終わりますよ。終わります。皆さん、写真集の購入、写真集の購入と、購入、写真集の予約と生誕祭と、いつもいつもありがとうございます。おやすみなさい。バイバーイ。